昔、加賀の国のどこやらじゃとも言われておるが、ある山里に芋掘り藤五郎と呼ばれる山芋掘りの名人が住んでおった。これが大酒飲みでな、ひょこーっと山に行って見事な芋を見つけてきちゃ、村でみんな酒にかいて飲んでしまう。おかげで底なしの貧乏暮らしじゃ。村の衆からはあれあっちと足りんのじゃろうと言われておったが、当人は平気なものじゃった。ある日のこと、また酒を切らしたんじゃろ。藤五郎は朝から山に入って、めったにないような大芋をズボンズボンと引っこ抜いておった。その頃、村では何とも変なことが持ち上がっておった。ここらじゃ見かけることのない美しい嫁子が行列従いて現れた。はて、狐のいたずらじゃろうか。昼の日なかにか。あ、見れや、あの嫁様芋掘り藤五郎のうちさ行くだ。なんだと。確かに嫁入り行列は村外れの藤五郎のボロ屋に向かって行くではないか。こりゃ見届けねばなんねえぞ。いやはや、村は上を下への大騒ぎじゃ。やいやい、村の衆、なんぼおらんちが汚いからと言うて寄ってたかって見舞することはあるめ。やい、藤五郎、お前ん方にすごい綺麗な嫁子が来たど。なんで嫁子だ。またおらがことからかう気だな。天地がひっくり返ってもおらみてえな芋掘りんところへ嫁子が来た。お、うん、ここはおらが、うらが、うちらはな。あんた、誰だ。藤五郎様でございますか。あ、あ、あ、その通りじゃがな。お初に、私、大和の国よりまかり越しました。名はおことと申します。この度、藤五郎様のもとへ嫁に参ることになりました。ふつつかものではございますが、何とぞ末永をよろしゅうお願いいたします。う、おお、おら誰にも嫁に来てくれた、頼んでおらんぞ。はい、私、大和の長者と呼ばれる者の娘ながら、長らく縁談に恵まれず、思い余って観音様に願をかけたのでございます。そうしましたところ、一心が通じましたのか、満願の夜明けにお告げがありまして、北の国の芋掘り藤五郎という人のもとへ行くがよいとのことでございました。私がここにおりますのは観音様のお導きなのでございます。そんなことを言うても、そりゃ無茶だ。見ての通り、こんな汚えとこはお前様のような身分の人の来るところじゃねえだよ。お黙りなされませ。仮にもありがたい観音様のお引き合わせ、私は断じてここを動きませぬ。とま、こんな具合でそのおことという女子は藤五郎の嫁様になってしもた。さて、嫁様としての働きぶりはというと、これはもう大したもんじゃった。おはようございます。召し上がれ。いってらっしゃいませ。はい。
藤五郎は村の衆にからかわれながら嫁様のありがたみをしみじみ感じ取った。じゃが芋掘りだけではもともと暮らしが立ち行かんかったところへ二人になったのだし、おまけに酒漬けは変わらんではどうにもこうにもなりません。じゃが嫁様は思い出した。なんせそこは長者の娘じゃから。ありゃ酒がのうなった。お前様、私国からこんなものを持たされてまいりました。どうぞこれを村にお持ちなされて、お酒やら何やらにな。これを国から持ってきた？はい、それさえあればお酒はいくらでも。酒がなんぼでも。酒がか？もう酒がね、嫁様が国から持ってきたものを引く。もらい持ってきぼ。藤五郎は何やら用たまぎれにブツブツ言うておったが、やがて村へと出かけた。じいさま、嫁子がこれ持ってけとよ。これ小判でねえか。まあ、ところこれ少ねえがな。じいさまも喜ぶ、おらも喜ぶ。いやー、ばあさま、これやるで。いや、これを。実は藤五郎は小判がなんだか知らなかったのじゃ。そりゃそうじゃ、山の芋を掘ってきてそれを直接酒と取り替えてばかりいたのじゃから、金というものがこの世にあるということなど知らずに来てしもうたのじゃ。お前様、あれだけの小判をみんなたったそれだけのお酒に。あれだけの小判があれば一生安楽に暮らせようというのに、お前様というお人は。ふう、あれが小判ちゅうもんだかいや。おバカな人のところへ来てしもうた。むむむむむむ、兄バカだと。あんまり本当のことを言うでねえど。小判小判と大層言おうが、わざわざ国から運んでくるまでもねえだ。あれと似たようなもんなら納屋に行きゃ芋にくっついてなんぼでもあるわい。珍しいもんじゃねえど。あじゃ、おい、どこさっき言っただ。俺が嫁子どこさっき言った。あんなもん納屋に行きゃなんぼでもある。藤五郎さんはちと足りんとこはあんなさるがでたらめを言うお人じゃない。嫁様はそう思えて納屋を覗いてみた。金の山じゃった。お前様というお人は。ほう、きれいじゃ。こうして藤五郎とおことは近在切手の大した長者になって、芋掘り長者と呼ばれ、末永くむつまじく暮らしたそうじゃ。ひっおい藤五郎、酒ばっかり飲んでねえで、ちっとは嫁様孝行せないかんで。もうなんじゃ、このガキはまたおらのことからかう気だな。こら待て。藤五郎はな、
長者になっても気分が向けば山へ入って相変わらず芋掘りの名人ぶりを楽しんでおったそうな。それからな、藤五郎の金を洗った沢、金洗い沢よな、これが縮まって金沢と呼ばれるようになったそうで、そうすると今の石川県の金沢は芋掘り長者の藤五郎が開いた町じゃということになるかな。